探してる。そうね。お前、あったかいな、手が。気持ち悪いな。あったかい、ちゃんと皮むいてんだよ、あれ。あら、ピーナッツだ。うまっ。臭んじゃないんだよ、このピーナッツ。高いんだぞ。この3ばっかり食べてる。きた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 、第3弾。俺にもくれよ。手に食べなさいよ。だいぶ慣れてるんでしょ、これ。人が来ても平気だから。それ耳。警戒心がない。耳かじられてる、これ。どれ？どっち？これ。耳？赤ん坊？耳がかじられて。ああ、親でしょ？うん、親。ああ、かじられてるんだね。ね、じゃあなんかさっきのボスだよ。あ、ごめんなさいね。さっきのボスだよ、きっと。耳はよくやられるね。一番弱いところでしょ。やらかい。噛み切られちゃう。毛がない。でもこの中でもやっぱりね、親分の毛じゃないの、あっちのやつ嫌わないでしょ。でね、食べ物がなくなってもう空だよって言ったらね、大ボスがね、向こう行っちゃったね、暮らし。こうやってるとなんか、うん、もうないよって言ったね。それでこの袋を、こうやって逆さにしてポンポンってやってないっていうのがついてこない。だから言っちゃったんだよ。ないってわかる。殻食べてんのさ。ピーナッツの殻食べてんだ。そう、もうあげなきゃ殻食べて。ここから出たり入ったりできるんじゃん。その中に餌やってたからね、あると思ってんだよね。あら、チビがかわいいこと。チビがかわいい。いや、一匹持って帰りたい。いいよ、持ってって。持ってって今。持って売っちゃいけないんだって。野生のだから連れて。だから保健所届けば大丈夫だよ。おっていうと保健所の人が言ってた。だってさ、このままでさ、収まんないじゃん、このままだらいいけど。こんなんだったらどうすんの。ものくらいは可愛いけどさ。ねえ。これ千葉のどっかで猿飼ってる人いるんだけどね。うん、朝昼晩。シャワーやってるか、綺麗なんだよね。で、ちゃんとね、来た時に水飲ませないで、ちゃんと、子供のなんか飲むなんでしょって。チューチューの。そう、あれでちゃんとジュースで。